ちは、吉村農園の吉村です。はい、今週も始まりました吉村農園の農業日記ということでですね、一応今週ものなんですが、先週に引き続きスカイベリーの、管理作業を行ってます。まあ、追肥作業とかですね、あとはですね、はかき作業、またクランク周りの掃除と行っています。で、一応作業内容は先週と全く変わらずって感じなんで、ちょっとね、また改めて作業を取るのはどうかなと思いまして、8月に入ってからの一応管理方法を今日お話ししていきますんで、ぜひぜひご覧ください。はい、で早速なんですがお話ししていきます。で、一応8月に入ってですね、梅雨明けたんでね、気温がぐーんと上がりましたよね。非常に暑くなりました。で、そういったこともありまして、水管理っていうのを今ね、徹底して行っていってます。8月に入ってからは、一応今まで7月までは梅雨だったんで、朝1回かけたりとか、まあ、場合によってはね、天気が思わしくないときは水をその日はかけないで次の日かけたりとかしてたんですけど、8月に入ってこれだけ暖かくなったんで、一応1日の中で2回水かけ今行ってます。2回です。はい、で、一応2回っていうところが一応ポイントで、1回目の朝、まあ、時間帯的には朝1回かけるのと、あとは、2回目はですね、お昼にかけてます。だいたい11時からだいたい12時ぐらいの間でかけてるんですけど、まあ、2回かけます。で、1回目のもうポイントとして、1回目の時はしっかりと水かけていくんですよね。もうしっかりと濡れるようにかけていくんですけど、2回目のお昼の時の水管理っていうのは、まあ、乾いてるとこにはしっかりとまた水かけるんですけど、乾いてないとこには、まあ、半水程度でパーッとかけていく感じですね。そういう形でかけていきます。まあ、もちろんね、しっかりとこの土の部分っていうか、このね、この苗の土がしっかりと濡れていれば、そこまでしっかりとね、べっちょりになるまで、2回目の時はかけなくていいかなと思いますんで、まあ、葉水程度にね、この日の光というか、暑さで葉っぱとかが焼けないぐらい、焼けないようにってことで、まあ、葉水程度でかけています。で、2回一応かけるっていうのが一応ポイントですね。あとどうしてもですね、7月も同じこと言ったんですけど、7月の段階でも、やってたように、週に1回の、まあ、薬散ですね、そういったところで病気にならないように防除するっていうのと、あとはハガキとかですね、まあ、管理をした時っていうのはどうしても傷ついてるんで、そういった時はしっかりと殺菌剤かけてあげるっていうところも徹底して行っていくっていうのが重要かなと思います。あともう一つ、まあ、大事なところとしてもう一つ挙げるんであれば、そうですね、やはりこの炭疽病っていうのが、やはりこの8月って暑くなるとやっぱり一番出てきてしまう部分ではあるので、この炭疽病を出さないために吉村農園で行っているのは、この育苗のスクスクトレーの間隔っていうのをしっかりと開けてます。はい、で、どのぐらい開けてるかっていうのは今ね、動画で今からまたこのスクスクトレーの間を撮っていくんですけど、吉村農園なりのソーシャルディスタンスかなと思って、ちょっとね、間隔しっかりと、まあ、2メーター開けるっていうのはなかなかスクスクトレーとスクスクトレーの間を2メーター開けるのは大変なんですけど、スペース的に難しいんですけど、ただですね、しっかりとソーシャルディスタンスを作って間隔開けてますってところのちょっと動画も今からで、ね、映していきますので、ぜひご覧ください。で、ちょっとね、説明を先にさせていただきますと、で、なんでこの間隔を開けてるかってとこなんですが、間隔を開けることによって、まあ、風通しを良くする。で、風通しを良くすることによって、一応水かけも2回行ってるんで、しっかりと夕方になったら水をですね、その水をしっかりと乾かしてあげるってことですね。乾かすことによって、病気になるリスクっていうのも減らしてあげる。で、まあ、例えばですね、こう水にすごく、まあ、この一つの今、いじってるこのね、スクスクトレーが濡れてたとして、これが万が一病気になっていて、まあ、僕とかがですね、こう見落としてしまった場合、これが水ですごく夕方まで濡れてましたってなると、こっちも濡れてる、全体的に濡れてるよってなると、こっからこうやって媒介していく、水を伝って媒介することが、炭素ってあることもあるので、そういうことがあるので、しっかりと乾かしてあげる。で、病気にならないようにするっていうのが、まあ、一つと、どうしてもですね、乾いてなかったりすると、こういうクランク周りがジメジメしてると、そこから病気になったりすることってあるので、夕方はしっかりと乾かしてあげるっていうのを基本にして、まあ、そのために間隔しっかりと距離の間隔を空けてるっていうのが狙いですね。まあ、どのぐらい距離を空けてるのかっていうのを今から見ていきますので、ぜひご覧ください。じゃあ早速ではですね、ハウスの中、育苗ハウスの中をちょっと映してるんですけど、どんな感じでね、間隔ソーシャルディスタンスをしっかりと保ってるかっていうお話なんですけど、まあ、こんな感じでちょっと見ていただくと、スクスクトレーのね、間隔をしっかりと開けてます。一応、目安、まあ、これも吉村農園の目安なんですけど、グー1個。必ず開けます。グー1個ですね。横の間隔はしっかりと、グー1個。開けます。はい。もうどれもですね、これはもう徹底してます。グー1個。で、ちょっとここら辺コミコミしてるんですけど、ここも、こう見てる、グー1個で、こっちも、グー1個。絶対どのこうトレーごと、スクスクトレー全体的にグー1個ずつ開けてます。
一応ね、こう言って、言ったように、こう言ってじゃない、すいません。こう言ったように、間隔をしっかりとこうやって開けることによって、風通しもそうですし、水をかけた時にも、しっかりと、風が通るんで、乾きやすい。っていうのを狙って、まあ、こんな形でね、しっかりとね、グー1個ずつこう、開けてます。はい、グー1個。まあ、これも一応、あくまで目安です。ちょっとこれ近いですね。近いですけど、はい、こんな感じで。まあ、グー1個、グー1個って感じで、はい、開けてます。はい、こんな感じですね。はい、ではですね、ハウス内ちょっと見ていただきました。一応あんな感じでですね、間隔、こう、すくすくトレイのソーシャルディスタンスっていうのかな、ちょっと僕の中でそう思ってちょっと置いてるんですけど、あんな形でですね、グー1個ずつちょっと置いてます。一応ね、どのスタッフさんにもみんなにも言ってるんですけど、そんな形でこう置いてもらうようにしてます。一応ね、間隔取ることによってね、風通し、先ほど言ったように風通しも良くなるし、こう、水をかけた時にも万が一こう病気が出ててもそこから次のトレイに行かないように媒介もしないようにもできるかなと予防できるかなってところで、まあ、もちろんね病気があるものはもうすぐ見つけたらそのまま捨てちゃったりするんですけど万が一見つけられない時にねそういった予防もできるかなってことでしっかりと間隔空けています。はい、こんなところですかね。一応明日はですね一応このスカイビリーの今日追土と、はがき作業あとクランク周りの掃除っていうのは終わったんで明日からは新しい品種あと終わってないね、2品種あるんで、その2品種の1品種を明日はね、親株から切り離して、カットしていきますんで、ぜひぜひご覧ください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。